こんにちは、花井レモさん。ちょっと体調悪いですかね。確かにね、花井レモさんね、1年前の動画の姿を見て今年の姿を見る、たまにね、サジストで花井レモさんの動画が上がってくるんですよ。その時のサムネイルって花井レモさんね、ちょっとね、一回りちっちゃいんですよね。今確かにちょっとお太りになられたのかもしれません。これはですね、現場の労働から在宅ワークに入ると大体あることなんですよ。で、ちょっと利益が出るとね、自炊をしなくなるのかな。自炊をするってのは何がいいかっていうと、食材を自分で選んで、そこに、いろんな組み合わせとかメニューを自分で考えるんですよね。太りすぎたかなと思ったら野菜多めにしてみたりとか、それから豚肉の脂身よりもやっぱり牛肉の赤身とかね、ちょっと高いんですけども、カロリーの少なくってね、タンパク質の多いものを選ぶようになるんですよ。そうすると筋肉が維持されて、贅肉が、脂肪が落ちていくっていうプロセスを取りますし、私菓子パン結構食べるんですけどもね、あれもちゃんとね、自分 のコンディションがコントロールできてるから、ああいうの食べれるんですよ。例えば体重がちょっと2キロ減ったなと思ったら、1キロ分ぐらいはちょっとね、自分の好きなものを食べる余裕ができるわけなんですよ。それを繰り返していくんですよね。でも毎日毎日体のコンディションをチェックしなかったり、やっぱり健康診断もね、行ったりとかね、それもいろんな角度から健康診断するわけですよ。割とだからこうやってね、自分の仕事をすると自分の体調管理かなりセンシティブになりますね。というのがパフォーマンス落ちるんですよ。やる気がなくなったりね、どっか分かんない内側からちょっと休もうぜっていう感情が出てくるのは全部体調が不全なわけですよね。お腹が痛かったりとか、ちょっとね、腰が痛いなと思ったら、それだけでも行動原理落ちるわけですからね。だからより一層、まずは全ての原点は健康にある。そして睡眠をしっかりとることですよね。もう本当にね、自分がね、眠たくなくなるまで、もう寝れないっていうところまで寝るっていうことですかね。私の場合、1回目が覚めるともう二度と寝れないんで、また眠くなるまでね、活動するわけなんですけどね。その代わり、お昼運転中に眠くなるんで、その時は車を脇に止めて昼寝を遠慮なくするわけですよ。それがだから私の考える自由な時間の使い方かなと思いますよね。とにかくね、健康にコストをかけていくようになるんですよ。エンゲル係数っていうのがありますけども、これも最初はかなりね、膨らむんですよね。自分の所得に応じてかける食費の割合です。最初食費の割合がぐっと増えます。例えば月収20万30万の頃っていうのは、エンゲル係数が大体 40% ぐらいになるんですよ。家賃以上に自分の食費にかけるコストっていうのが高くなるんですよね。それこそ自炊をしても、ちょっと悪くなったなと思ったら、悪いものを無理やり食べるんじゃなくて捨ててしまうとかね、そのぐらいの思い切りが必要なんですよ。そうなると買う量を調節するようになるんですよ。だんだん必要な量しか買わなくなります。例えば3日経ったら捨てるっていう、そういうふうな意識ができると、買ったその日に調理するとかで、2日目には必ず残品処理をするために、なんかね、余ったものを全部ぶち込んでチャーハンにするとかね、そういったアイデアが出てくるわけなんですよね。で、自炊をするってことは、買い物もするし、ゴミ処理もする、体力を使うわけですよ。だからこれがすごく大事 で、外食するときっていうのは、外食っていうのはやっぱりね、わざわざ遠くに出かけたりしますね。遠くの名店とかの探したりとかで、1食3000円から5000円のものとか、金額で決めるわけじゃないんですけども、きちんと作られてるものってやっぱそれなりに金額するわけですよ。で、安いものを食べちゃうと安い体ができるっていうふうな意識を作っていくことだと思います。必ずしもそうじゃないんですよ。これは安いものを食べてる人、1食300円500円をやってる人ね、この決してバカにするわけじゃないです。そうじゃなくて新しい意識として、安いもので体を作ると安い体になるっていうふうなマインドセットを持ってですね、なるべく高いもの、要するに高いものを提供する店っていうのは、それなりに接客教育にコストをかけていたり、衛生管理にコストをかけていたり、シェフの技術体得にね、ものすごくね、コストをかけてる人、要するにコストが集まってできたところだから高いわけなんですよ。あとは場所がすごく偏僻なところにあるとかね、土地代は安いはずなのに価格が高い、これがすごく大事なんですよ。だからコストは抑えまくってもこの金額になっちゃった、1食5000円になっちゃいましたってところが、私はすごく信頼できると思うんですよね。当然そういうところっていうのは、食材をある一定期間来たらちゃんと勇気を持って廃棄して、もう脂っかしいものをね、無理やり客に出すみたいなことしないんですよ。だから味が維持できていて、ものすごく衛生管理もね、発達してるんじゃないかなと私思いますね。で、最近感染症対策で右往左往してるところがあると思いますけども、きちんとした飲食店っていうのは特に何も変わらないです。昔から前からそういうことやってるからなんですよ。きちんとした衛生管理と感染対策をピチッとしてるんで、別にこういうふうな騒ぎが起きたからといってプラスアルファでやることないんですよ。どちらかというと、普段そういうことをしなかった飲食店とか保健医療関係以外の方が結構ね、忙しくなっちゃってるんじゃないかなっていうふうに見てると私も思いますね。ということでね、いろいろと話しましたけども、花井さんちょっと健康壊されてる、体壊されてるってことを
でしたら一刻も早く回復しないといけないと思うんですよ。でその大事な要素としてはまずはねあれですね、16時間断食ですね。これはねおそらく物を食べないことによって内臓をちょっとね休ませてあげるっていうところです、うん、でお水だけはちょっと飲んだ方がいいですけどね、常温の水とかはね。16時間の断食を週に1回から始めて、効果がなければ週に2回ぐらいには増やしていくってことです。まあ週3回に増やす必要はないです。あとは筋トレじゃないですかね。筋肉を増強することによって筋肉が全てをね受け止めてくれますから。だから筋肉不足だと体壊しやすいですからね。で30になってなんかね大きな体の変化があるってことはないです。30代はねまだ伸びてますから。でむしろ40代ぐらいからじゃないですかね、なんとかなるので。私の場合は今48ですけども、まだね体力伸びまくってますね。むちゃくちゃ気力とか体力充実していて、何かに躊躇することは全くないです。でこれはだから10代からずっと体作ってくるとそうなるわけですよ。要するに貯金っていうね、貯める筋肉って感じです。筋肉の内在した量が多いから40になっても20代ぐらいの筋肉がねまだ戻ってきてるわけですよ。まあ、ですんでちょっとトレーニングするとミスター M さんじゃないですけどね、あの体がきちんと作られたりとか、まあ、カンフーとかね今やってますけども、すぐに肝が戻ってくるんですよ。でこれはね本当によく若い頃やったなと自分に褒めてあげたいですね。10代の頃私がガリ勉だったら多分ねこの体は作られてないんですよ。やっぱりガリ勉を放棄して勉強は将来、動けなくなってもできるからっていうのはね、そんなそこまで思ってなかったと思いますけども、後付けするならそういうことで、10代の頃は体作るしかないと思ったんでね、ずっと貯金してましたよね。20代に入ってもやっぱり運動はしてました。でしっかりと体を作った上で、まあ、30代ではね私自分の会社を作ったわけですけども、基本的に自分で動くしかなかったんで、社員がいなかったんでね、まあ、だからそれも良かったかなと。で、まあ、40の半ばに入るまではずっと現場仕事してましたんでね、1日16時間の立ち仕事、動き仕事ですから、まあ、それも良かったんじゃないかなと思いますね、うん、結局は使えるところは使えるようになって、使えないところは使えないようになってますんで、もし体調の変化とかねちょっと調子悪いなと思ったら、大事なところを使ってないっていうふうに振り返って、使ってないところを使うことに切り替えた方がいいと思います。つまり使ってないところを使うってことはかなりねストレス感じるんですよ。大変なんですよ。だからこそ回復するんだと思いますけどね。まあ無理なく、少しのストレスと徹底的な癒しを交互に与えていくことだと思います。私の場合はね体力落ちたりとか、なんか調子が悪くなったりとか、なんかもう目線がぼやけたりとか全くないですね。まだまだ多分ね50の半ばぐらいまでは成長し続けていくと思います。頭の中もね体の中もまあそれはおかげさまで、私のね奥さんが若いっていうところもあるし、子供が生まれたばかりで若いっていうところもあって、そういうのにかなりね恩恵を受けてるんじゃないかなと思いますね。見てるものっていうのが若いんで、その意識で自分も動くわけなんですよ。でも見てる人が老人ばっかりとか、やる気ない人ばっかりとか、ちょっとねもうこれから終わっていく人ばっかりだったら、自分もそれに合わせていっちゃうミラーニューロンが働いていきますからね。だからなるべくカンフー映画を見たりね、シルベスター・スタローンのね筋肉ムキムキを見たりとかね、なんかああなりたいなみたいな、こう体が燃えてくるもの、心が燃えてくるようなエンターテインメントを見ながら充電してるって感じですかね。でポジティブな人とだけこうやって関わりを持つということです。どんどんネガティブな人とか消えていく人とか、あんまり相手にしないこととか、これも精神的に大事なことだと思いますね。ということで今回はやる気やる気やる気でやってみました。で私のね生活保護のコメントとか、生活保護の動画とかにコメント書く人もすごい前向きなんですよね。たまたま今は生活保護かもしれない、たまたま今所得が低いかもしれないけども、ものすごくポテンシャルを備えてる方がコメント書いてくれてるんで、逆に私励まされちゃったりね、あこの人と一緒に頑張らないとなとかね、すごく仲間意識を持ったりします、うん、だからコメントを書く人はね、うん、本当にいいなと思いますね。私ね、コメント書いてくださる人ってのはすごくエネルギーもらっております。というところを合わせてここでお礼を言わせてもらいますかね。じゃあ花山さん、体調管理に関しましては、今までやってなかったことをちょっと思い出してみることかなっていうのが私のアドバイスですかね、うん、でやっぱり10代の頃にやってたこと、体力系のことね、ずっとやってないといけないですね。準備運動とかね、だから任天堂のスイッチでなんかそういうのがあるんで、あれがいいんじゃないですか、リングフィットアドベンチャーだったかな。結構面白くって、体使ってね汗ダクダクになります。面白いですよね。おすすめです。それでは。